シェアハウスの恋人、ハンバーグは作れるようになったんですけど、彼氏は作れず30歳。無駄なお袋の味、お袋になれない私が。で、まあ、水川あさみ扮する津山潮、はい。そして、自称宇宙人の大泉洋を演じる川木達平、うん。さらに達平のことが大好きで、なんとプラネタリウムデートまでも強引に付き合わせた谷原章介扮する桜井幸也、うん。この3人のやりとりというのはかなり楽しめるようにはなってきたんだけど。そうですね。うん、桜井幸也が結構喋るようになってきたじゃないですか。うん、でその辺でこう、会話も楽しくはなってきてるんですけれども、ただね、宇宙人が何のこっちゃ分かれへんのですよね。なんで宇宙人と言うてるのか、果たしてほんまもんの宇宙人なんだろうか、ほんまもんの宇宙人だったらそんなことが通用するんだろうかというね。まあね、潮が達平にね、ふるさとのことを聞いたらね、はい、地球から400光年の距離にあるプレアデス星団、まあ別名スバルね、はい、その向こう側の地球から500光年4700兆キロメートルの位置にある大きさは地球の 1.7 倍で地球によく似た星、それが自分の星だと、はい、で、ユキヤと一緒に行ったプラネタリウムでは、うん、あった俺の星がここにはまだあった消えずに残ってる、うん、となると第1話であの海辺にいたタッペイっていうのは滅びゆく自分の星から逃れてきたけれど、たどり着いた地球で乗ってきた宇宙船は壊れてしまったと、うん、確かにまあよくある話ですからね。そう考えると辻褄だけは合ってくる、ただリアリティが本当にないというかね。はい、でもね、だからそうまでして宇宙人にしなダメななんかがあったわけでしょ多分、うん、となるとそれをねちょっと早めに教えてほしいなというか、なんとか表してくれないのかなっていうのが気になるんですけどね。なるほどね、うん、でまあね、プロデューサー曰く最近あまりいない女性を叱る人としてあえて宇宙人役を作ったっていう裏設定があるそうなんだけど、はい、ただそれにしては達平そんなに女性を叱っていないというか。そうですね、うん、潮に対してはあくまでも優しいし、もたいまさこを扮する寺坂かなえに対しても決してきつくは当たってない。そうですよね。つまり今のところは宇宙人という設定の意味が全くないんじゃないか。そうなんですよ。ただその割には宇宙人ネタをちょっと引っ張るんでね、やはり何かドカンというオチがあるのかなと。まあ今回もね、タッペイに対してだけ自称火星人の寺坂かなえがね、はい、孫の福井勝を実はタッペイが宇宙人である証拠を使うためにシェアハウスに送り込んだと。でさらに勝が学芸会で演じる桃太郎についてのタッペイのツッコミもね、確かにあれは桃太郎のことをあそこまで知らない大人っていうのは日本ではそれこそ皆無だろうから、はい、宇宙人という設定ならではっていう気はするんだけど、うん、面白かったんですけれどもね、うん、まあ、タッペイが桃太郎のことを突っ込んでるようにね、うん、僕もタッペイのことを宇宙人じゃないやろって突っ込んでしまいましたけどね。でまあとにかくそんなところも悪い方に影響してるのか、気になる視聴率は第3話の 7.4 からこの前の第4話はさらに下がって 6.8。 厳しいですね。まあいろいろとね、制作サイドも策を講じてはいるんだけど、例えば福井勝を演じたのは鈴木福、はい、まあ日テレとしては妖怪人間ベムつながりでブッキングできたということなんだろうけど、うん、でもとにかく福君はね、ああいう役が見ていても安心、はい、というのもあの子供警察の劇場版が3月20日に公開と、はい、まあそれこそ学芸会っていう雰囲気も満載で、まあね、その鈴木福君のあの喋りね、あの滑舌が悪いっていうのか子供っぽいというのか、ああいう喋りがね、そのデカ長にはもう見えないんですよね。なんか可愛い役しかハマらないような気がして ね、うん、ねえ、うん、でちなみに昨年2012年9月24日のシネマトゥデイ映画ニュースによると、はい、鈴木福が悪の組織によって子供の姿にされてしまった中年刑事デカ長こと大沼茂役を務め、その奇抜な設定で注目を集めたドラマ版、今回の映画化について鈴木福は映画化って聞いてびっくりしました、でもまたドラマの時のみんなでできるのは楽しみですと喜びのコメントを寄せている。体は子供だが中身は中年の鈴木福演じた大沼の恋人役を務めたのは幅広い世代に人気の女優吉瀬美智子、鈴木福は吉瀬とのキスシーンについては絶対ありませんと断言。映画版ではヘリコプターとか大きい乗り物に乗ってみたいのと、でっかい車に乗って窓からダダダダって銃を撃ちたいですと意気込みを語っている。鈴木福のほかテレビドラマ家政婦の見立てブレイクした人気子役本田望結、本作がドラマ初出演となったジャニーズ事務所所属の人気アイドルグループセクシーゾーンのマリウスヨーラが出演、
なべさん役の鏑木海一と井野さん役の青木ケイトがミツカンおむすび山 CM に抜擢され、エナメル役の相沢優雅が雑誌アンガンで特集を組まれるなど、本作が新たな人気子役誕生の目にもなっている。メガホンを取るのはテレビドラマ33分探偵、勇者ヨシヒコと魔王の城などを手掛けてきた福田雄一監督。ドラマ版では福田監督が HKT48 指原莉の主演ドラマミューズの鏡を手掛けていた縁で、指原がゲスト出演を果たすなどのサプライズもあり、映画版でも豪華キャストの出演を予定しているという。ということで、何はともあれシェアハウスの恋人、果たして鈴木福くんこの先も出演ということがあるのかどうか、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、